りこう、なんか動き作りの動画を提供してくれてるところがあるので、まあ、そういうのを見たりして、で、あと自分の走りも当然撮って、いろんな方とか試合とか撮って、あ、自分は特にここはできてないなっていうのを見つけることからまず始まって、それを何で直すのが一番いいのか、筋力不足なのか、動き作りっていうのはまあ実質側面なのか、で、技術的側面だとしたらどの側面なのかっていうのを、まあ、結構自分で見定めないといけないなと自分では思っているので、まあ今日のは主に脱力関係と骨盤動かす関係っていうのを強調した動きっていうのをやって、あと柔軟ねっていうのをやってたんで、まあ、まあ他にもいろんなノリがあるんで、自分の側面ができてない側面っていうのをちょっと見出して考えてやってみてはいかがでしょうか。お疲れ様でした。バイト。